MV までに9キロ落ちて、うんうんうん、そこからプラスで2キロぐらい落ちてます。あらら、以前のやっぱ体型はベストではなかったってことなんですか。俺はベストだったと思ってます彼はそう思ってくれてるけど、うん、自分は、自分はどこにいてもベスト、うん、周りがやっぱそれぞれ決めてくれるから。あ、なるほど。なんかしょうもない豆ニュースないですか、この5ヶ月ぐらいの。いやいや、一番しょうもないのはちょっと大輝くんがちょっとすかし始めた一番しょうもない。いやいやいや、でも大ちゃんもうやっぱアラサーっていうか、もう30になったら歯弱いんで、もう柔らかいものしか食べれないから。そうだ、うん、最近やっこいものばっか食ってます。やっこいものばっか食って。8月14日バースセカンドシングルベストショットリリース当日、今日は久しぶりのライジングロックフェスとしていいライブをします。さあ行くぞ。今日はコバさんが純一郎の、あ、ちょっと近くで紹介してもらっていいですか。はいはい、コバさんです。純一郎にない清潔感がすごいですあ、じゃあ個人的な感想でいいんですけど、純一郎とのちょっと違いみたいなのがあったんですけど、俺はこう違うぜ。コバさんだからこそね、言える純一郎との違い。肌ツヤ女子力ですね、結局純一郎の方が年下ではあるんですけど、うん、やっぱ肌ツヤ、肌ツヤはある。あ、全然年上には見えない。見えない、若いね。そうなんですよ、うん、実はだって、あれですかね、うちの橋本と同じ。あ、そうなんだ。あの橋本がどんだけ親父かって話なんですよすごいって。うちのお父さんと同じバーズのお父さんと。ちょっと一個答えてみろ、なんでそこが多いんだ。なんでそこが多いんだ、お前。さっきタワーレコードさんに行って、あ、ゴブリンのね、メッセージ書かせてもらったんですよありがとうございますで、なんで泣いてんだよ、お前。ドビーは悪い子だからねドビー、ドビー最近ドビーに似てる。最近ドビーなんですよ。ハリーポッターに似てるドビーに似てるドビーは悪い子、ドビーは悪い子、ドビーは悪い子。写真見ると本当に似てるんですあ、失礼します、こちら。あ、名前の方なんですけど、バズでいいですかね。はい、ありがとうございます。高級感、それで開けばいいか、うん、流れたら開くで、何秒ぐらいかかるんですか。TBS に行って、あ、私の力次第です。じゃあもうちょっと待って、ちょっと待って、あ、おしゃれにあ、そういう感じで。楽しみすぎる。ボーカルだけ先メイクですか。楽しいですか。今夜限りのスペシャルコラボレーションなんで、はい、もう今日来たお客さんしか見れない。なるほど。先輩たちと、うん、で俺たちのいつもライブの定番曲、わがままなメロディーを、うん、てか大ちゃん、ナス食いすぎじゃね。ナスビー、ナス病児さんあるもん全部食べただけで。ナスジジイ。最後ナスしか取ってない。大ちゃんもう肉とか重くて食べれないから。ナスの厚みを肉だと。ナスが肉な感じだ。また？俺かい、本当謎なんだけど、需要がわからん。言いながら去ってく感じ。人生はお前忘れて、お前バズのルックス担当だろ？いや、ルックスじゃない。ビジュアル担当や。一緒だよ。ビジュアル担当なの？そうでしょ。もっと今すもがらじゃない。ビジュアル担当。いやいや。もう一番なんか顔面偏差値低いんじゃないかな。もっと言葉を選べ。言葉を選べ。何の今遠回りをしたかった。スーッと。でも、ね、急
生きてる意味ないから。確かになんかたまにかっこいいなって面白いな。いやそうでしょ、うん、たまにね。だずっとかっこよかったらしんどいの。あずっとラーメン好きでさ、ラーメン3人はずっとかっこいいけど、流星がたまにかっこいい感じがいいんだ。あそうそうそ う, そう。なるほどね。だってラーメンばっか食ってても嫌じゃん。まあたまにはなんかその辺の葉っぱとか食べたいですね。その辺の葉っぱなのねその辺の葉っぱ。いや緑だから黄色ね、これ、うん、ちょっと緑。やっぱり一つの丘があるとして隣に山があるんだよ。その山を見てかっこいいなって思うのもそうだし、でも丘を見てその丘の良さを知るっていうのもあると思う。うるせえお前、ドア閉めろ、うるせえよ閉めろ